皆さんこんにちは、しおりみちゃんねのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はねりみちゃんのお誕生日プレゼントを飾り付けしていきたいと思います。ということで風船何個か用意したので、さっさと膨らませてここに飾り付けて、このね私からのプレゼントのこのお洋服、たちをちょっと飾りたいと思います。何の洋服になったんですか？リミちゃんが欲しいって言ってたのが一つと、あの学校に来てく欲がないって言ってたのが一つと、単純にちょっとね選んであげたかったなって。あんな、なんかせそう、なんかねリミがね珍しくなんていうの、なんていうの、なんかね、そうそう欲しいって言って、そう夏の洋服ないとか言って、今の僕なかった、私のリミの声もね動くなかった？なんか雰囲気は伝わった。でしょ？でしょ？リミの口から洋服が欲しいって聞くと思わなかったよね。そうなので、うん、今回はねリミちゃんに洋服を、はい、買い替えてあげましたね。でもしほちゃんといえばやっぱイングとね、ナイスクラップ好きだからね。はい、今回はもう私が大好きなアウトレットで、私が大好きなね、そうそうそう、2つのこのお店に行ってちょっと買ってきました。はい、ということでまずはね風船を膨らませていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。このお花のバルーン可愛いよね、これ、うん、これ膨らますを一番最初に。今回はねあんま細々したのは買わなかったね、あのなんか掃除が大変だから。そうなの。実はそうなの。キラキラってなんかさ、そうそう、綿みたいなのがあったんだけど、ちょっとねやっぱ掃除が大変で、このお祝いが終わっちゃうともうさね、うん、終了だからね。そうなの。じゃあママもお手伝いしましょうか、ひよちゃん。あざーす。ねえ、聞いて。あざーすって言われたんだけど。今日ね。うん。どうしたの？6月のさ、うん、10日じゃん。うん。リミの誕生日じゃん。うん。木曜日だもんね。うん。もうブラックシンデレラの最終回なの、今日が。そうね、そうね。ね、超楽しみなんだけど。楽しみにしてる人多いんじゃないかね。そう、楽しみすぎてやばいね。そうそう、今ねちょっとみんなあの韓国ドラマをさ、うん、見ようと思って、なんかおすすめあります？なんかなんか友達からは、うん、愛の不時着がおすすめだよって、うん、本当に私一番好き、あそれが好きだから本当見てみてって言われた。見てみようと思います。うん、面白いらしいよね。ね、有名だよね。みんな面白いって言うよね。ママも暇だったら見てみようかな、今度。だよね。お、すごくない？完璧。はい。一個。え、このお花超可愛くない？可愛いでしょ。普通に置いといても可愛いよね。可愛いでしょ。100均セリアです。けどさ、風船だからいつかしぼむ。まあ、それはそうでしょ。それはそう。大丈夫、息切れ。空気入れるものばっかなんだけど、うん、これ酸素なくなっちゃう。二酸化炭素だらけになる周り。本当だよ、頑張って。つらっ。つらじゃないわよ、妹のためでしょ。かわいい、かわいい妹のためでしょ。あ、1と0って、あ、10ってこと、ね、そうよ。ピンポーン。10歳なのです、ね、リミちゃん。今日の夜ご飯は何かな？ケンタッキーかな？お寿司かな？何かな？両方。マジか。両方。ケーキもあるの？ケーキもあるよ。太るじゃん。しょうがないじゃん。だってリミがお寿司がいいっていうのも、しかも家で食べるお寿司がいいっていうの。食べに行くのは嫌なんだって。さすがリミ。お家大好きだからね、リミ。だから、テイクアウトしてきます。行ってらっしゃい。お寿司を。で、ケンタッキーとケーキは今日買ってきました。そのおかげで進撃の巨人が買いました。さすがリミちゃん。ナイス。ナイス。そこじゃん、結局褒めるところは。いやな姉だね。やっとゼロできた。やっと10歳。10。あ、これ1だな。10。完成。
テンション。次。次。むずむの嫌い、大嫌い。大丈夫。いやー。風船完成。